リオデジャネイロオリンピック男子団体金メダルの健三選手、愛知で3回ひねりの白井キムヒフンを余裕を持って決める。2本目の跳躍も安定した着地で 15.162 をマークして優勝しました。1年の演技を締めくくった白井選手、今年を振り返って次のように述べました。オリンピックのためにしてきた努力がこの団体決勝で報われたっていうこともありましたし、すごく嬉しい1年、来年オリンピックで経験したことを演技に生かしていきたいなと思います。今夜相場を中心にあるんですね。でカジノ会議のメールマイナスとかですね、ギャンブリングの証ですね、それから治安が、こういう問題に対してどうしていくのか、国会で結論を出す前にね、やっぱ国民の理解を求める努力というか、納得のいくような説明、それは少なくとも必要な気がしますね。また清島さん、解説員でした。時刻は7時29分を回りました。音楽をお送りします。ドミニク・ハリナッチの演奏でスーツヤーズ、ところによって交通情報です。地方の皆さんには道路の情報です。日本道路交通情報センター古谷久子さん、お願いします。はい、そこそこ道路の状況です。南南線の千葉方面に向かう東行きは東京港トンネルにトラックが止まっているため、空港北トンネルまで6キロの渋滞です。横浜線の上りは第一ジャンクションを先頭に断続的に小安まで渋滞しています。中央環状線の外回りは白井大橋での事故の処理が終わり